名作ドラマにビビルーム。佐賀県出身の田舎もん、おさむです。お願いします。ということで今回はですね、2023年秋ドラマで放送中の、木10の富士でやってますね。一番好きな花第8話の胸熱シーン語っていきたいと思いまーす。と、みどりさんも生きづらい側の人やったんすね。なんか前回のこのクワトド主演の4人の印象、あれをベースにしたら、なんかもうちょい生き生きした人生っていうか、送ってる人と思ったんで、ちょっとだいぶギャップ感じましたね。まあ他の人から聞いた話やったら、その人のことちゃんと分かった気になんなよっていう、まあ、そういう教訓ですね。ということでね、みどりさんのまあ過去の何でしょうね、エモポイントっていうのをまあ語っていきたいと思います。なんでぜひね、気になる方は最後までゆったり聞いてってください。お願いします。みどりさんからヨヨちゃんにこの将棋を教えてるみたいな、今まで言ってたじゃないですか。それが椿さんのおかげやったんすね。これはちょっとしたエモいっすよ。これはあんまエモいとかよう言わんですけど、田舎もんなんで。今回の話見る前はね、まあまあ前提としてなんですけど、4人の、クワトロ主演が生きづらいっていうか少数派な感じじゃないですか。まあ気持ちめっちゃわかるんですけど、どっちか言うたらそっち側なんで、で、まあ生きづらい側で、なんでね、緑さんの方は、もうみんなが、絡んだことある人みたいな感じやったんで、まあどっちか言うたら、このみどりさんの方は、まあ多数派というか、この4人と絡むことで、この4人の心を癒してきた人、そういうキャラの位置づけって思ってたんですけど、まあ実際蓋開けたらね、もうこの椿さんとヨヨちゃんのおかげで、なんかちょっとずつ癒されてるみたいな、この優しさがこの逆ベクトルやったんですよね。まあヨヨちゃんの方は、まあ、お互いにその癒されてますけどね、お互いにやっぱりヨヨちゃんの方はやっぱ女らしく生きんといかんって言われとったから、そんな中で将棋を教えてもらえるっていうね、そういう意味でその優しくしてもろうて、で、ヨヨちゃんからみどりさんには、まあ、なんやろな、仲良くしてること自体がもう癒しになってるし、あとこの二人だけの秘密っていうのがね、この将棋を教えたっていうの。二人で秘密を持つっていうのもまあ、癒しっちゃ癒しっすよね。まあ、そういった感じで、この将棋っていうのが、まあ、この椿さんから、みどりさんに、みどりさんの心の氷、溶かす流れで、教えたと。で、このみどりさんが、ヨヨちゃんに、この女っぽく生きんでもいいよっていう氷を溶かすっていうね。伝わってるかな、これ。まあ大丈夫か。まあそういう氷を溶かす流れがもう、椿さんからみどりさん。で、みどりさんからヨヨちゃんにこの、継承されていく感じね。こりゃエモかったっすね。で、この二人が、みどりさんと別れるラストですよ。この、椿さんもヨヨちゃんも、帰りたいと思える家がありますように、みたいな。願ってたじゃないですか。もうすごい気が合ってるんすよ。もうこんな気持ち一緒やったらね、そりゃ、ヨヨちゃんも惚れちゃうよ。わかるわかる。もう感性が一緒やけんね。まあ、もし付き合うとなっても、絶対うまくいくと思います。まあまあまあ、そのドラマやけん、全部その恋愛ゴールにせんでよかわってね。まあもし、この二人くっつくとしたら、いい感じじゃないかなっては思いますけどね。で、次回予告ですよ。もう聞いてました？この椿さんの声かな、あれは。まあ、いつまでに家出てほしいみたいな、言うてたんですよね。
あれ誰にか分からんすけど、まあ、話の流れ的にまあみどりさんかなと、まあ、あそこに住む言うてたんでね。これまた椿さん人に委ねてるやん。もうこれ自分の気持ちも優先してよっていうことじゃないんすよね。椿さんの気持ち分かります。っていうのも、その今回のよよみどりの話の中で、あの北海道帰っても帰った気がしなかったんよねみたいなみどりさん言うてたじゃないですか。でまあ子供時代の回想シーンの中で、まあよよちゃんと椿さん言うてたんですけど、もうあったかい帰りたいと思える家があってほしいんすよね、二人とも思ってます。なのに今も帰りたいと思える家がないんすよね。この北海道エピソード聞いた感じで、これを聞いてからの椿さんのいつまでに出てほしいって言ってるんですよ。これはもう椿さんの意思がだいぶ入ってるんですよ。もうすごい仲良く接してた人が、やっぱ自分が帰りたいと思える家をないと、で今住んでる自分の家がその場所になり得ると、やったらもうその家をあげたいっていうかね、もう椿さんそういう人なんですよ。もうこれはもう自分の意思ちゃんと入ってるんでね。いやーもうこの気持ちわかるわ。この周りばっか優先してるんで、なんかそれ本当の気持ちなのみたいな、ちょっと素直になっていいんだよみたいな言うの思われそうやけど、俺の中にもリトル椿さんおるんで、わかる、すごいわかるんやけど、なんやろ、自分の気持ちをちゃんと優先してますと。この進歩がいいっすね、椿さん。もう自分のことのように嬉しい。まあこんな感じですかね。こちらのチャンネルはですね、毎週土曜日の夕方6時にこの一番好きな花のエモポイント語ってまして、毎週水曜日の夕方6時に月9でやってますワンデー聖夜の空騒ぎの、まあ、考察動画上げてますと、でこの辺気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。どうもありがとうございました。